ということで、月さん意気込みをお願いします。ちょっと遅刻しちゃったんですけど、ちょっとチームメンバー足りてないです。あと3人立候補してください。いや待て待て、まずやるって言ってねえし。いや優勝したみんなは優しい。予定は大丈夫？時間はあるのかい？え？帰りたい？ほら。ああ、やりたい。ああ、なるほどね。へえ。でもですね、配信台と含めて5オンやっちゃうと、まださっきは2台しか映らないんですよ。なので、だってこの2人がやるってことは、どうしても配信台に出たいってことじゃないですか。なので、いや僕的にはやっぱり、まあ、いつもお世話になっているシュウさん、そしてツッキーさん、まあ、こちらの2名の言うことはある程度は、あ、じゃあ僕がとりあえず僕が出ると。じゃああと2名ですね。で、じゃあももはよくこう1回来ただけで敵こんなに増やすよね。すげえわこのヘイトは。じゃあ今日ちょっと配信に出なかったんで、ウサズキンさんとデコさんお願いできますか。お、やったー。これも指名なんで仕方ないですね。はい、いつもね僕いじられてるんですよ。そうですよ、うん、店長いつなんであれだったんですかっつって、なんであんなことやるんですかみたいな、店長なんてもうちゃんとやってくださいよっつって、で、こっちのオーダーは店長決めてください。店長に権限があります、オーダーは。オーダー、座る席順？いや、全部配信に乗っけます。いちいちで乗っけます。あ、いちいちで行くんだ。そう、だってそうしないと面白くないでしょ。って配信乗っかんないんだから。エキシビションなんだから。はいはいはい、時間かかりますけど、急いで行きます。ということで、店長、先方誰？デコちゃん。デコちゃん先方、はい、こっち先方誰？はい、ではお座りください。おー、シャイニーちゃん出てきましたね。では一番台でお願いします。一人で5回やってもいいだよ。いや。で、じゃあ、ツッキー、シュウさんチームが赤で、シャイニーちゃんたちが店長チームですから。店長に全ての権限があるんですよ、店長チームですよ。じゃあ絶対勝ってね。なんか丁寧猫とかいうチーム負けたから。はい、ということで一番社員さんお座りください。でそして、はい、デコさんお願いできますか。はい、デコちゃん出番ですよ。召喚されてます。トップバッターに指名されました、店長に。パワーダーとか言ってる馬がいる。はい、ではお願いします。まあその辺はね、法的に受けてたってよ。ではその間にさ、そうだ、あ、3、4、5戻してもらってもいいですね。はい、3、4、5を全部戻します。そうですね、通常台に戻して。はい、ではということで、エキシビション楽しんでてください、ニコラの皆さん。これの方が楽しめると思いますんで、ちゃんと5000全部移します。最後はちょっともったいないんでね、ちょっと今日 PC 落ちたごめんなさい配信ということで、お付き合いください。そして、優勝チームがガチャを引かないといけないので、他の4人の方は商品の何取るか決めといてくださいね。して、何枚ですか？優勝チーム何枚ですか？あとで大丈夫ですか？じゃあ後で大丈夫です。ではお願いします。では先鋒戦スタートします。ありがとうございます。もうそろそろ僕の声も枯れそうです。必死です。一人で5回やっておいでよ。
さあ先行はデコさんですね。さあなんだかんだ言って天然猫の店員さんは全員だちゃんと J ランです。さあさあメアリガン完了スタートアップ。これじゃ初手はマコ。ダウンを終了します。ユニットドライブ。さあ対するはブロックナイトだ。ドライブ行くよ。この子にしよっと。カッパロイドレベル2か。今回の放送なんですけども、あえて天井サイドのやつを全部映します。切り替えしません。こちらのターンです。なぜならその方が天井のプレイが全部見れて面白いからということで、すべて、我々天井チームの方の画面しか映しませんのでご了承ください。さあマコアタック。ダメですよ。さあブロックライトでジャンプ。ユニットドライブ。さあレベル2のデモンズハンター。さあ爆弾が刺さった。ユニットドライブ。さあハッパロイド。そしてマナミノには2枚発動。これはでかい。この2ドローはでかい。さあ爆弾が刺さった。行くぞーバール。エモーズハンターが落ちる。さあこれで一気にポイントが入ります。さあライフ差、ライフ差に6対4。さあトップドローを願っている。わしの番か。お願いベルゼか。ユニットドライブ。お願いベルゼ。バールに当たってくれとお願いベルゼ。さあどうだ。当たらない。やっぱりバールに当たらない。バール回避。ダメです。そして殴っていかったのがそのマコ一人動けるでしょうか。これはやむを得ずですね。とりあえず空にしてからの勝負ですが、相手は珍獣です。しかも鳥が刺さって中なのでその後警戒いりません。マヤ判決を言い渡す。どけ。出てきたのはマコ。こちらのターンです。マイルさん。さあこれはどうする。ドライブ。出したのは防御のネビロス。マコを潰しながらアタックでしょうか。変わらない。しかしこのプレイングは明らかにプレミ。ダウン終了します。
よくよく考えてみよう。まあ、やだっけ、残り2ライフ。ユニットドライブ、バグダルマン、トリガー破壊。そうなんです、これがあるから通用したい。そしてもう1枚オーバークロック完成しているのがいる。アレス、オーバー、なんとオーバーキル。オーバーキル成功。ということで、先方でござん、あっという間に散りました。作戦を中止します。さすがアレス真珠です。さあ、どうですか。まあ、デコさんは四天王の中でも最弱なんで。まだ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 います。まだ強い人います。次方誰いきますか。はい、では店長はいないぞ。店長がいねえぞ。ということで、じゃあ僕が行きますね。僕が行きます。では実況誰かお願いします。はい、じゃあツッキーさんと、はい、ウズキで司会やってきます。え、あ、キープさん、シノロの今の監督責任者。ということで、真冬さんとシュウさんの戦いが始まります。おー、すごいですね。シュウさんがついに、さあ、先行初手はカンナですね。安定ですね。そしてシュウさんの方は見えてないですけど、多分マリガンが、おお、事故ってない。事故らなかったと言った方がいいのかどうなんでしょう。これはさあ、ここで先行にターン返ってきて、あー、出ましたね、パール。この流れがきついんですよね。これがね、パール強いですからね、こういう時ね。ほんとウイルスの効果も強いしで、さあ、カンナの抜刀で1点取って、さあ、1枚伏せてターンエンド。さあ、シュウさんは、さあ、まずデビルウィンナーを出してからトリガー発動、庭で鎮守1枚ドローの、お、強剣ですね。さあ、ここで埴輪が出てきたぞ。お、なんだこれは。ちょっと流れが速くてよく分かってない。このデッキなんですかね、どういうデッキですかね。さあ、まずパールの効果発動。まあまあまあ、さあ、ライブオンステージ。いや、強いですね、ウイルスを出すユニットとこのパ、ね、ライブオンステージのコンボは。やっぱ相性がいいですよね。いいんすよね。さあ、そしてガブリエル、これたまんねえな。これスーパー先行ゲーじゃないですか。やばいっすね、これはやばいっす。しかもこの
ついですね、シュウさんは一気にきついです、これはもう序盤から。間違えてウィルスに、ウィルスに。お、いや間違えてウィルス、うっかりしてました。今回の大会の優勝者のためにチョロンさんがなんとこれ、な、500円だっけ、1人500円分、1人500円分のマックカードを、マックのクオカードですか、商品券ですかね、あの500円分マック食べれるカードだよね。へえ、チョロンさんがくれててました。はい、これは素晴らしい。チョロンさんこの人です。はい、優勝者、1人1枚ずつ、これでパシリ、ってこい、パシリ。はい、あのチョロンさんっていう、あの DDR やる人だからね。やったよ、みんなビッグマックが増えるよ。はい、あれ1人足りない。あ、今プレイ中だ、持ってて。はい、はい、ありがとうございました。また何かね、あれば、はい、ぜひ。いやありがとうございます。はい、店でたかっていくスタイル。気づかないうちになんかすごい、なんか気づかないうちにシュウさんが、はい、ありがとうございました。追い風2回で、おお、なるほど、ガブリエルを倒して、あー、これはシュウさん一気に逆転できるんじゃないですか、下手すると盤面は、盤面が一気にひっくり返りましたね。変わりましたね。そして素晴らしい状況下でトリックフィンガーを使えたんじゃないですかね、これは。ターンを終了します。相手としてはこのターンにアリアンドットを返さないと。そうですね、やばいですね、あれが長く居続けるのはよろしくないですよね。まあ、ただ黄色であるんで多少はなんとかできるんではないかと思われますので、あ、いいと思いますよ。さあ、ここは悩みますね。さあ、まずカンナ、さあ、カンナからの魔法石、これで持ってくるのは、そうですね、何を持ってくるか、やはりですかね。さあ、ジャンプ、やはり対象はここはアリアンでいくんでしょうね、やはり。さあ、まあライフは削れてますが、まだ4ターン後攻側なんですよね、まだ。しかし苦労したけどもって感じですよね。さあ、リアンロット登場。やはり手札に戻しちゃったから出てくるんですよね。そうですよね、まあここはしょうがないです。さあ、赤軽減からのデビルウィンナー、これでアリアンロッドサイド効果発動、対象はデビルウィンナーとジャンプですね。さあ、これで3点削れますので、まあライフが1差まで詰め寄れましたね。さあ、これはどうなるか。だいぶライフは追いついた。さあ、しかしライブオンステージ、まあ悪くはないけど辛いな。そうですね、辛いのかなと見たく、次のターンジョーカーが溜まるのを考えると、そうですね、まだ頑張れるのかなっていう。ジョーカーですね、ここは、うん、ドライ。さあ、また出てきたぞ、ジャンプ、ぴょんぴょん跳ねていった。そしてレイヤーですね。これで持ってくるのは何がいいんだろうな。魔法石、まあ次のターンジョーカーもたまるんでどうですかね。
さあ、再度ライフが差が開きましたね、少し。お、そしてここはターンエンド。さあ、シュウさんにはターンが入ってきた。さあ、リアンロッド再度登場。アッパーロイドとジャンプを交換ですね、消滅。そうですね、今月さんたちはね、手順が違うんじゃないかというここで。若干もったいない感はあったかな。ありましたね、若干。3点取るコースもあったんですよね。さあ、しかしここの2アタックでライフは同点になりましたね。さあ、しかし怖いですね。いや、あれっすよ、今日もうあれっすよ、ホモが湧いてないんですよ。ホモが湧いてないんですよ、今日。あ、ホモが少ない。ホモが少ない。ホモの湧きが薄い。ホモが薄いですよ、今日。やっぱ夜の時間帯なんで、ホモはもうあれっすからね、他の行動してますんで。あ、これ一気にだって一気にリスナーさん減りましたよ、これ。あれ、これはやばいぞ。さあ、まずはゴールドクラウン。終わりですね。やばい、これは。まあ、割と何出してても負けるパターンですね。ゴールドクラウンで1点取ってレイヤーで安全に1点ですね。おお、これいつも僕がプレイしてる時の煽り風に言うと、何やってるんですかね。これいつも僕が食らってる風に言うと、何やってるんですかねみたいな。なんかす、なんか俺が張り切らないととかなんか来てるんですけど。さあ、お、次は、さあ、次誰ですか。ライブオン呼ぶべきだったな、さっきな。店長チーム誰です。次はツッキーですか。あと残ってんのは坂巻さん、宇佐月さんとツッキーさんですよ、はい、うちの2枚は。おー、宇佐月さん、あれ、どっち行きますか。そちらからは誰で出ますか。はい、ジュン。いや、こっちは前哨のジュン。はい。あ、前哨の、あ、ジュン。はい。はい。そして、ボロ負けのモモハ。あれ、さあ、うさずきんさん、うさずきんさん、ご指名です。うさずきんさん、出番が、うさずきんさん、出番ですよ、出番が。はい、はい、どうぞ。はい、さあ、僕が使ったのはあれですね、チャミさんがツイッターに上げてたやつですね、アロアリアンです。いや、まあ僕からしてみたら羨ましい限りですよね。他の人が作ったデッキをそのままちゃんと使えるっていうね。いや、ただ、いや、結構ミスったんですよね。ライブ読みしてもよかったかなってのと。何？いや、皮肉ですよ。うん、ライブ読みして返して突撃の合図で決める方がいかったかなっていう風にしてもらったんですよね。まあ一応ね、今日ね、スーパープレイヤーの桃葉さんがね、頑張ってくれたんでね。はい、スーパープレイヤーのね。はい、あれですよね、早い話、ガンダムなら負けねえぞってことですよね。ガンダムも勝てないと。ガンダムも勝てない。あ、今エキシビジョンマッチ中ですね。そう、今エキシビジョン、最後の最後にこれテンション出るパワーですか。分かりやすく言うと、優勝チームと遊ぼうコーナー。ちょっと俺あれなんですよね、最後店長とホモハ先生の試合見てみたいな。なんか、わかります。いや、わかる。僕はすごくわかる。わかります。あ、僕は絶対やんないですよ。ちょっと見たいんだよな、この機会だし。さあ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 、エキシビジョン。ちなみにこれ、ウサズキンさんデッキだとね、多分どれ使うかなって感じもあるんですよね。いや、僕が思うに、多分キャッツアイの従業員の中で
一番強いはずなんですよ。いや、一番プレイングしっかりしてますよ。あ、いや、強かったっすよ。そういう、そういう言われ方しちゃうとなんかプレイングガタガタの僕の肩なしあなたプレイングガタガタじゃないですかいや、俺もちょっと、今ちょっとひよったけどそうだ、赤の舞さん、あ、ねえやって間違えて言い流したりとかねいいよ、そこと一緒ではねえな、そこと一緒ではねえな店長がシュウさんの、ね、家を守ったね、最後シュウさんと桃橋は一緒じゃねえなこれ名言そう、迷ってる方でしょ、迷ってる、うん、いや、でも迷いがない方だからあ、切り替えて映してるんですね、さっきのね。実はあの店長の方は全部店長で見た方が面白いかなと思って、店長ずっとしてるからって固定しちゃったんですね、うん、そう、いやでもそうやな、ライブ用にするの忘れてたなってのはある。でも久々だね、こうね、ジョーカー満席っていうね。そうですよね、やっぱ 5on5 のおかげですよね、うん、やっぱりもう10台いらねえんじゃねえかと思ったんだけどね実際いやでも大会あるとやっぱ盛り上がるんすよ。そうなんですよ。ていうかね、みんなね、ワンダーランドやりすぎなんだよねそう、さあ先行来たぞ。お、6連勝中ですよ。いいじゃないですか。あー、さあこれか、先行、先行からいいですね。こういうマリガンできる人っていいっすよね強い。いやなんか店長が言うと本当になんか、ね、深みがある言葉いやでもこのマリガン結構妥協ですよ、ラインとしては。まあでも今この 1.4 になって結構みんなあの面白くなったっていう意見が。まあそうですね、やっぱルールか、はい、この所定が上がって。さあ、なんと所定行くぞ、走る。これ結構無茶な出費じゃないですか、これは。いやでもどうですかね、黄色いだったら、うん、黄色見えてるんで。ただ怖いコンボがあるので気をつけなきゃいけないのがありますね、さっきのゴールドクラウンのコンボですね。やっぱりこういうのがね、プレイングがしっかりしてるっていうんですよね。いいですよ、これが、ね、本当に羨ましい。しかも固着なんでね、できれば早めに置きたいんですよね。そうですね、こういったね。ああですよね、一人動けるのも結構嫌ですね。僕なら完全ぶっ放しますねあ、でもこの行動が強いんですよ。あれ、ちなみにウィルスって瞳悟空で消えるんですか。消えます、消えます。あー、ならよかった。自分ユニットなんで、扱いはちゃんと。ただここで、そう、呪縛を行動圏止められるときつかったんですが、あれ、さあ、乗っていくぞ、来ましたよこれ。さあ、しかしどうですかね。お、攻めましたね、ユグドラシアアタック。これ怖いですね、呪縛かかると一発アウト、ね、になりますからね。2分の1ですからね。あれは3分の1ですよ。あのウイルスもあるんで。あ、ウイルス自身も当たります。変わりますか。ほう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 。3分の1で呪縛がかかってしまうので。ほえー、しかも行動圏消失機。さあどうなる、どうだこれは。どこに当たる、パルバディ。そしてこの呪縛がミューズだ。おっと、ミューズならまだいいかいや、ミューズの方が痛いですね。そうですね、受けミューズの方が痛いです。あいや、いい当たりですね。お、次枠ですか。はい、あの自動更新が今うまくいかない状態なんで手動でお願いしますユニットドライブ。取っていくぞ。さあ、そうなんですね。ターンを終了します。いつでもそばに。うまくいってましたよ、今。あ、枠取りだろ、なってるか。うん、枠取りになってましたよ。え、殴れない。ミューズがいるから止まっちゃう。見切ったわ。
おお。すいません、さっきちょっと切ってしまいました。すいません。ユニットドライブ。ニードルアリゲーター。あれ、絵が飛んでない。おろ、お、行きましたね。行きましたね。すいません。あなたの力になりたい。さあ、ニードルアリゲーターに自爆がついた。いやー、どんどん辛くなりますね。ただまあ、固着持ちなので、ガブリエに対しては強いんですよね。なんかみんなしっかりとした戦いしますね。そうですね。なんかも、いや、でしょって、あの、ね、もう出てくんな。わー、渋い顔入れてるな。完璧にこれは守りようですね。もういいとこ一つも今日なかったでしょ。いや、先攻後攻はあの自分の実力と関係ないところだから。ターンエンド。さあ、ターンエンド。これでも結構怖いですよね。うわー、これ強いなあ。でも緑だからあれなのか。いや、いや、これ嫌なんですよ、これ。僕だったらちょっとこの場面怖くて使えないんですけど。ユニットドライブ。ああ、狙わないんですね。そう、今日いっぱいたくさん見ました、怪盗ゼロさんですね。いや、僕はこのターンあれなんですよね、拒絶が怖かったんですよね。そうですね。いくらパールバディいるからといっても拒絶は怖すぎます。これでレベル3になってプラス1なので、もう一回動けますね。さあサイドアタック。さあ、レイヤーでチャンプ。今度は逆になりましたね、立場が。この盤面を崩されると、崩されて手札からにされるとアウトになってしまいますね。さあ、黄色が結構いろいろできますよ。こういったね、こよまるブロックライドを殺しましたね。邪魔だよ。これでウイルスゾーンを作りましたね。そうですね、ウイルスゾーンを作って、ユニットドライブ、パールバディでウイルス召喚。光の中で。ほう。しかも今度は2枚呪縛いけるので。ああ、なおさら嫌ですね。これこのターンで反転させないと嫌ですね。さっきまで見たく殴り続けるっていう行動がちょっとできないにくくなりましたね。しかもジョーカーは向こうの方が早いですから。しかもおそらくジョーカーはインクルでしょう、この形からして。ですよね、やはりこれは。しかもジャッジメントも考えれますから。あ、なおさら嫌ですね。さあ、まず怪盗ゼロで手札を肥やしていく。これはあれですね、あの1捨て2枚ドロー。はい。さあ、武器破壊で BB 勝ち。しかし、なんと指揮者、これでなんとユグドラシルの行動権が潰される。今の動きはすごいですね。これそうなんです、これで BP が上がるっていうので負けちゃうんですよ。まあ、実質上バンプ扱いみたいなもんですよね。そうなんです、うまいバンプ扱いですね。さあ、ということで2枚交換、まだ強制。あ、ビシャモン落ちた。おお。しかしこの場面だとビシャモンが落ちるのが嫌より、ユグドラシルに呪縛がかかる方が嫌ですからね。あー、これはどうだ。うわー、ゼロがやばい、これはまずい。俺のターン。あなたの力になりたい。ミューズ、もう一つは、あーっと、ユグドラシル落ちた。さあ、こうなると守りが固い。さあ、実質上にアリゲーターも動きにくい。これは
これはジョーカーゲージ気にしながら行くでしょうね、おそらくそうですよね、やはりこうなっちゃうと指揮者やばいですね、本当に。いや指揮者はね、読めないんですよ、読めないっすね。パールバティが入った頃こそ生きるデッキなんですよね。ガン攻めするってことはトリガードライブ、えいさあこれでアリゲーター撃破、ラウンド終了します。さあ手札と CP 温存しましたね。しかしきついんですね、タジカラオさんのね、守りが強力すぎる。でここまで盤面作ってくれてライフリードが取れるとビシャモンで1点もらってもいいよっていう状況が作れますからね。そうですね、これはまだウイルスも生きてるんで厄介ですね。さあアテナ打った、まあ不屈なんでねこいつはね。全体の2000アップに成功なんですが、いかんせんタジカロウさんが高いんですよね、こすれない、そう今は無理やり下げる手もありますね、それで下がりますからね。こういったね、ね、ミューズを出す。さあターンエンド、あーミューズに行動権消費がね、こうなってしまうときつい。自爆はどこだ、あなたの力になりたい。しかもこっちは自爆をかけるユニットきた、うわうわー、ハテナにも呪縛かかるけど本当はゼロに当たってほしかった。仕方ない、それタジカラオさん最小感ていくぞ。これはむしろそのそうですね、魔法石を使いたいからの理由ですね。出てこい。そしてなんとゴールドクラウンアタッカー4人、さあ強い、この勝ち筋を見つけるあたりが、しかしアタッカー3人だけどゴートミューズが、ね、3人です。しかし残りライフ1です。しかも人の号を使わされました、形としては。おこのアタックの仕方は何か感じますよ、これは。しかしここで強い、なんとこいつがいるんです、マルドゥーク呪縛を与えるんです。これでミューズが、カイトーゼルが動けない。いやこれはひどい、よってアテナしか動けないこのターン。ちょっとまずい、こいつがあれば、これはそう、インペリアクリスタルで払ってもアテナだけなんですよ動けんの。おいしくない、これは。まあ不屈がついてるから一応行動はできるんですが、相手の伏せが怖いですよね。さっき決起見てますからね、これで決起踏んだら大事故ですからね。これは強い、うん、やっぱさっきの指揮者からなんか流れが持っていかれてますよね。指揮者が予想外ですよね、やっぱバレオがワンプレ勝てると一瞬思っちゃいますからね。思いますよね。なるほど、これが仕方なく打ったって感じです。やむなく打ったインペラクルセード、相手の感度が1枚ということを利用したんでしょう。
でユグドラシルは絶対に残したいですよね、条件からいって。さあここでフロックナイトは指定のターンエンドですか。こちらのターンです。このまま決める。しかしこっちには切り札がある。これは拍手が起こっています。さすが J2 のプレイングです。これが本当の J2 のプレイングです。僕らがまだ上がったばっかりですからね。 J2 見事、お見事。そこで、ここでミション。うまかったです。人の号がなくなったので安心して踏みに行けます。で、ビサモンアタックで、サズキンさん勝利、おめでとうございます。おー、さあ、ツッキーさんが店長ですが、これはツッキーさんですかですね。さあ、向こうは誰が出ますか。残り2人。さあ、ケルティさんか、ユーマダイさんか。さあ、ユーマダイさんです。さあ、さすが店員猫一同、天一の力を見せてくれました。さあ、そして今日やれなくて悔しかったツッキーさんがいきます。やれなくて悔しかった仕事だ、確か仕事ですよね。遅れたの理由が本当はやりたかった、やりたくて仕方なかった。こちらのデータでよろしいですか。お知らせがあります。さあどうなるでしょう。さあツッキーさんが何を見せてくれるかですね。大会用デッキだったんでしょうか。多分大会用デッキ使いたかったんでしょうね。でしょうね。大会用デッキを使いたかったんでしょう。すごい出たがってましたもんね。まあ、やりたくてやりたくてしょうがないなんですよ、大会が。ツキさんチームも本来だったら大会結構前からアイスも、ね、決まってましたもんね。決まってましたからね。入念に、まあ、直輔さんになったんですけども。さあその間にテンション入ってくるのを待ちましょう。さあジョーカー、ジョーカーはと、と、星くんとピンクブスですね、彩香ですね。どうすかね、これマリガン的には。まあ初手はこれドリアードですかね。最近ドリアード見ないですもんね、ミューズのせいで。もまあミューズのやっぱ影に隠れてしまった感じはありますよね。ねえ、やはり。出ました、ゴリです。ゴリでした。出た出た。そして緑捨てターンエンド。そう、この緑捨てがね、そうバンプなのか何なのかって読むのが難しいんですよね、最初のうちは。そこから始まりますよね、上達はやっぱね。だからまず殴りに行くという牽制もありますし、盤面整えたりとかいろいろあるんですよね。そうですね、やり取りいろいろありますね。ロキを刺した。散りなさい。ターンエンド、これはやはり緑トリガーを警戒しましたね。ユニットドライブ、ミューズ一曲付き合ってね。さあ一曲付き合ってねと。ターンを終了します。こっちよー、こっちよー。さあドリアードはこれでレベル3にアップ。ここから駆け引きですね。先ほど店長が使えなかったね、あのユニットっていうのもあるんですよね。そうですね。さあ出したのユードラシルだ。これで盤面は相当硬いですね、こちらは。そうですね、これでゴリですとかいけませんもんね、もうこれで。しかも BP ラインが高いですね、高いです。硬い。さあロキがアタックに行った。
これは受けたくないですけどね。どうしますか。はい、あーどうしましたね。うん、ではどうしましたね。ターンを終了します。さあこう帰ってきましたね。ターンがターンエンドですか。ターンを終了します。間違えてた可能性ありますよ。これはただターンエンド下げになりました。なるほど。この盤面はこれ勝つラインが6000以上ですからね。さあゴーレムが出てきてこの感じだと攻撃因子はつきますがゴーレムですからね。種族ドロー、お、ツードローできましたね。ゴリデスに当てる。まあおそらくこの局面で勝つとゴリデスと見るのが妥当ですよね。ですよね。さあロキのアタック、変調アタック。ロキをレベル3にしたくないんですよ感覚的には。で仮にこれツッキーさんのジョーカーが次元岩礁だとすると、そうユグドラシルと相性がすごく悪いんですよね。お、スピード違反、攻撃禁止、これ以上の追撃はさせないと。いや怖いカードですね。どうすっかね。ターンを終了します。行くわよ。出したのはまだ出さない。出したのはビシュヌ。まず2000を下げることに成功。しません。イケメンが出てきました。さあ対する高校、ここは先行先行ターンですね。ユーバー第3のターンです。さあ5ターン目、まあ青が入ってね、さっきから出てる札が札なんで盗賊デッキでしょっていう感じはしますよね。ですよね。さあ見習いシーフでハンデス1枚、ハンデス、しかも落ちたのがなんとベルゼだ。おいしいこのハンデスは。今のは強烈ですね。2枚落としに行きました。もう1回見習いシーフ、芝よりによって強力エンジンが2体消えた。ただまあ5体いると自分のミュージック消えちゃうんで芝出したくないんですよね。そうですね。ただどうですかね、今の状況だったら。これでどう？和を乱すもの。さあ2体目のビシュヌ、争いは良くない。さあ魔法石でこの感じは、さあ何かラグが、進化の目のラグと考えるかって、弱肉のラグと考えるかっての微妙ですよね。そうですね、新たな可能性でそういうまあことが増えましたもんね、考えるところが。さあ微瞬に消滅耐性がついた。さあカゴだ。さあセイグリッドフィールド、さあビビオン上がるので心強いですね。問題はユグドラシルですよね。こうなるとそうですね、ユグドラがね、争いは良くないとか言う、もう殴りながら行きますからね。何を言ってるんでしょうこの人って感じです。
ボイルのセリフがかっこいいんですよね、こいつ。さあ、通しましたね。さあ、もう一体ミューズも行くようです。さあ、強いアタック。ああ、優勝が降ってきてますか。まあ、そういう時間ですもんね、もうね。9時ですからね。響け。ゴーレムでチャンプ。クロックレベル女子ターンを終了します。ただ、ユーバーダイサーのジョーカーが、そう、コシ君なので、まあ、仮にこれ、まあ、ライズアップするじゃないですか、はい、そう、自分の強い場面も崩すことになってしまうので、なかなかその辺難しいですよね。しかも今、しかし、なんとここでつくよみだ。おお、カゴが全部外れてしまった。しかも消滅もなく、消滅体制もなくなった。これは、そして先ほどエレメント組にこれがなんと組み合わさるといっぱい強い青と緑のダブル効果です。いや、ツッキーさんが作った盤面崩れましたね、一気に。あー、これはそうですね、まあまあ、要はね、神ですからね、神を触ったって感じですからね。辛い。しかし、これは痛い。さあ、五千焼き。五千オール。さあ、そしてお願いベルズだ。ユグドラシルに当たらなければ意味がない。神当たり。なんてことだ。神当たりしてしまった。絆持ってる。これは間違いなくベルゼとの絆。しかしここですね、ジョーカーゲージも見ていろいろ考えますよね。しかしライフリードされてては意味がないですからね。さあ、どう出るか。じゃあもう一ターン置くかですよね。そうですね、選択肢はありますよね。そのただ向こうに黄色が混じってたりするので、まあ、あいつが怖いですね。あと怪盗ゼロとかもいる可能性もあるので。行きましたね。行きました。さあ、イケメンアタック。さあ、こうなるともう一回行きますね。さあ、ここはドリアードでブロックということで、これお互いにワンプがあるというラグが分かりましたね。さあ、こうなってしまうと返したんですね。7枚ありますからね、ジョーカー含め。ただ、ユーバダイさんは先行ターンなので、そうですね、10ターン守りきられるのも嫌だ。しかも今ラウンドが7なんですよ。意外と余裕がない感じもありますね。さあ、ライシャー。さあ、何でも消しちゃう、ライシャー。よっぽどのことがない限りは最強ですね。どっちにしますかね。ミューズ、レベ3ミューズ、オーバークロックで1点。このレベル3は強い。この1点を返す手段が難しそうですね。さあ、お互いにジョーカー使った後なんで、この後はもうデッキに残ってるカードで戦うしかない。どうすっかね。まずツッキーさん側にミューズの効果を消すやつがあるのか。ターンを終了します。さあ、スキーさんのターン。うわー、きつい。さあ、まずジャンヌ。さあ、ターンエンドだ。
かも持ってきたのが素晴らしい。マジか。そうな、ジャンヌは破壊耐性あるけど BP で焼かれる分には負けるんです。いや、いいトップドローですね。ナイストップドローでした。これはユグドラシルがいる以上ほぼ罪ですよね。これは返しがきつい。だ、仮に瞳悟空持ってたと仮定してもゴーレムで残してですから無理ですよね。さあユグドラシル、ユグドラシルシャイニングドロー。いやー、そんなゼアル、ゼアルじゃないんで。しかもこんな時にいいカード入ってますよね。そうなんですよね。ドローが強い。確認してますね、引けるかどうか。あ、てかウェルさんだったの、友達だったの。ずっとね、本間先生だと思ってた。そしてロ天井だけやっていいよ。クーラー直んないんすか、ここ怖い怖い怖いキリーナさんはぁ、あ、使わないんですね。おお。まあバンプがいっぱいあることは見せてますからね、お互いにね。そうですね。これ、なんすか。お、出た。カメラ武器破壊。え、それ今映ってんすか。完全に割り算ですね。わぁ、映った映った割り算。しかし足し算がある。めんどくさいんですけど、なんと一度くらいに5が見える。勝った勝ったと喜んでいる。勝ちました。そう、まあ絶望するでしょう、次の行動を見て。うわぁ、強っ。強い。なんだ今のライドは。レベル2破壊。なんだこのドヤ姫。ドヤ姫すげえ、ドヤドヤドヤみたいな。これは強い。今の引くのかジェミニオ。ジェミニオ行き強い。いや、これはもう罪ですよね、さすがに。これは何もやることがない。メンツがやばいですもんね、並んでる。しかも高校9ターン目なんです、これは。こっからあってあと3点のなきゃいけないんですよ。しかもミューズがいるから。さあ、まず、まあまあまあ、まあ、ビッシュヌイケメンがサイド展開された。カレンダー、残念でした。お見事でした。ということでメインイベントの開幕です。 KLT さんですね、最後は KLT さん対シャカムー。来た来た来た。本日のメインイベント、さあみんなが待ちに望んでいたシャカムーの登場です。さあどうぞ座ってください。座ってください。ほら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 、座ってくださいよ早く。あーちょうどタイムラインが、これが自動、座ってくださいよ店長、座ってくださいよ早く。手動で変えないとまたあれですか。店長の違いですから。あー行けて、あーでも止まってるか。持ってきてくださいよさ。
やっぱとあれなんですね、自動でやん、いや多分、いや開始はされてるんですよ。要は移動ができないんですよ、これ多分入ってないんですよ。ああ、なるほど。さあ、今店長はカードを取りに行ってますので、ちょっとお待ちくださいね。まだ結構人いるんだな。動いてないですか？あ、動いてないですね。おお、うん、あ、ディスコネが行ってない、ちゃんと。さあ、来た。さあ、座ってください、店長。さあ、店長。いや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 、本日のメインイベント優勝したチームの決定で、おっと、脅しに行った脅しに行ったさあ、精神攻撃はまず基本ですね。おろ、いけないですか。いや、戦ってた時はしばらくお待ちください。ちょっと待ってください、ニコラマが動いてないんで。さあ、皆さんまだですよ。2人とお二方まだですよ。なんかうまくいかないですね。そうですね、うまく接続はできないというか、なんていうか。ちょっと待ってくださいね、スタート。まだ待ってください。いけない。これあれだから、まだコブ戦だからね。そう、まだ コンピューター戦だからね。はい、すみません、ちょっとなんか枠がうまく取れなかったんで。さあ、映りましたね。さあ、皆さん大好きなシャカムー店長ですよ。では、ケフィンさん入ってお願いいたします。来たお願いします。さあ、先ほどの、ね、大会中では店長がなんか やらかしたみたいですね。うちのチーム戦ってる最中。いや、あれは面白かったっすよ。帰ったらちょっとタイムライン楽しく見たいな、ほんと。しかも、どうやら店長は変えないようですね。あ、店長サヤじゃなくなってる。やばい、少し感動した、今の。まあ、びっくりプレイと終われてるしさ。これを使ってたんですか。そうで、初手にいなかったんですよ。なるほど。ユニットドライブ。さあ、先行初手はマコ。ターンを終了します。俺の番か。さあ、対する店長、これだ。こちらもマコ。おー、ターンを終了します。マコアタック。さあ、店長、これをどういう、お、なぜ通す、なぜブロックする。いやー、あのデッキだったらねえ、どうすかね。指揮者、そのデッキの一番強い行動を分かってないんですよ、店長。
CP3 だからです。ニュータン CP4 じゃないよ。ここは2ターン目増えないからなっていう。さあまずはウィンナー、腹の店長大好きなこの魔法石何に変えるんだって話ですけど、さあなぜマーヤを撃った店長。これ店長あれじゃないですか、あれゴーチェックですか。はいはいはい、はい、残念でした。店長今それがあるんです。4ポイントだし残念でした。繁栄の大火というカードがあるんです。そしてなぜそれを捨てる。もうこれわかんねえなっていう感じっすよ。さあ KNT さんのもう盤面有利ですね、これはね。さあ店長、新しいカードの効能を知らなすぎです。合宿決定です。新しい時代についてこれてません。ついてこれてません。さあティポン盤面はどうだ。さあ巨人が並び出したぞ。あーでもこれならまだそうですね、ちょっと面白いことできますね。むしろ他にやることはないって感じですよね。それしかないですよね多分。そうです、リリムに進化。今度は何もないのでマコを落として、3エンド、そして瞳悟空で崩すと。これはエンビル出る前にやっときたかったですね。そうですね、カゴつく前にやりたいですね、やっぱ。で、向こう無色が一枚残ってちょっと気になるでしょうね。そうですね、この状況ですと迂闊な攻めができないような感じもしますし、間違ってその瞳悟空から祈りと思わせといてね、5だったら最悪ですからね。最悪ですよね、ほんとに。しかしティーポーンで豆固めに行きましたね。これは強いですね。強い強い、いいトップドローでした。待ってました。ここで店長は分かってるかどうかなんですよ。そうですね、これはまあ、はっきり言えば、まあ、最初の一手でもう分かってないことは分かってます、ね。まあ、分かってますね。高校側のうまみがなかったですもんね、一手の。まあ、ベルで打ちますわね。チェスト。レベル2ベルでなんですけど。だそれをやるんだったら、なんでオーバーライドしたのって話になりますよね。そうなんです、もったいないんですよこの使い方が。ベルズもったいないですね。そしてもう手札2枚ですか。そう2枚なんですよ。だからいつもの感じがそうこれでカツカツになるんですよ手札が。もうコメントでもハンド使いすぎてんよとね。これでしてこっちはハンド7枚ですからね。まずどうしますかね、迷いますね。いやまあ反応2枚なんで無茶する必要ないと考えるのは妥当でしょう。さあどういくか、いけ無茶しない方ですね、うん、ベルゼいやほんとコメントの通りなんですよ。その通りです。で結局元がいなくなるんですよ店長のパターンとして。前回大会でそんな感じでしたもんね、エキシビジョンやった時。でもこれやること一択ですよね。したらん
ただ、さっきの教訓からあいつがあるかもって疑いますよね。ユニットドライブ。おお、ターン終了します。それをやると向こうの思惑通りですよね。完璧に向こうの思惑通りですよ。はい、ベルゼ。シャカムさん、まずいですよ。シュート。で、巨人ヒント1枚ドロー。で、1点取りに行く。さあ、ブンブンしてますね、ハイが。さあ、KD さんはワンチャンやってもいいんじゃないですか。ああ、一応ライブをケアしましたか。ですかね。まあ俺、自分もここはやっていいような気しますよね。さあ、結構悩んでますね。さあ、カパエル出しの、なるほど、お、ターンエンド、ターンエンド、こちらのターンです。待ってました。で、こうなるんですよ、いつもね。これ取りに行きます。覚悟しなさい。このデッキ使う上で、あれが必要なのに、まあいないですもんね。そう、そうすると前半で捨てたあいつの役割は何なんだって話になるんですよ。美味しくないですね。ドライブ。まあ、打ちますよね、それは。さあ、全力だ。まあ、ベルジェが3枚見えましたからね、要は。そうですね、もうこれ以上はないですからね。さあ、ライフはいい感じに並んではいる。並んではいるが、ライフ差がある。さあ、ギリ溜まった、ジョーカー。しかし、これは苦しいですよ。これは厳しいですね。これだ。まずエンジェルビーだ。トリガードライブ。そう、そいつが手厳しいですよ。まだ1枚いるんです、スーポン。これだ。インペリアルティーポン。あんまり考える系向いてない。多分そうです。俺もその通りだと思うんですけどね。なんかバカ正直に真っ直ぐな爪将棋的なデッキ向いてないなって感じはするんですよね。だから俗に言う脳筋デッキの方がシナジーを生かすよりも脳筋でいくデッキの方が向いてるね。巨人とか使った方がいいような気がするんですけどね。そうですね。時々 J なのか不思議に思う。いいところに。ジョーカーターンです。さあ、ジョーカー、それは何お願いするんですか。いろいろまずくないですか。なんかいろいろは？我々今頭の中にハテナが浮かびもうハテナだらけです。こういったね。ああ、もうサレンダーですね。あ、これはだ、あ、実質サレンダーですね、これはね。あ、もうサレンダーです。だってもうこれ、だって次防御禁止つけて終了ですから。あ、サレンダーです。あー、でも、あ、でも、あ、そうか、あ、それを狙ってたんだ、きっと。あー、でも返せるの。いや、さあ、そうか、世界創生が発動するんですが、
この後がどうだどうなるかですよ。だってジョーカー溜まってこのジョーカーもあるし、どうなるかで。調子悪い。オーバーライト。ブロックアップします。まあまあ。でもこの瞬間にビシャモンで罪ですからね、実質。まあただまあ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 まだわからない。まあまあまあわかんないわかんない。え、大丈夫ですか。相手黄色入ってあれですよ。ターン終了します。そろそろとどめか。あ、こういったね。いや罪ですよ、だっているの分かってるんですから。わー弱肉ないですよね。判決を許す。邪魔だよ。まあちなみにターボデール残しても罪でしたね。マヤからバルゴで防御禁止つけれたんで。そうですね。こういったね。お、ハハハハハ、行け。煽られてる、煽られてるぞ。ケルディさん煽ってる、ケルディさん煽ってる。いいぞいいぞいいぞ、煽った、いいぞこれ、煽ってエンド。素晴らしい。煽った。この周りからの拍手、ナイス。いやもう初手からということで、長時間お付き合いいただきありがとうございました。今日の、放送楽しんでいただけましたでしょうか。これで最後になります。今日 PC のトラブルとかいっぱいありましたからね。最後に店長一言もらって終わりたいと思います。店長一言、締めの、あ、カード配布、カード配布ですか、優勝商品。ニコ生の皆さん、これで今日の放送は終了となります。それは俺のライリューはということでね、今日楽しんでもらえたかと思います。最後、店長チーム4対1で敗れるという話になりました。宇佐月さん強かった。さあ、店長一言どうぞ。最後一言どうぞ。何か最初どうぞ。いや、面白いゲームですよ。すごい面白いゲームでした。はい、ということで、終了となります。今日の行動動画大会、最後の方、ちょっとこれセツランさんのこう店長あんまり考える系向いてないんじゃ、向いてません。はい、向いてません。もうもう引退します。引退する。みたいな。すごい、本当、あの時間もね、あの、た開き直り。あ、これにとるか、ありがとうございます。開き直りますよ。いや、でもね、ただね、あの下手は下手なりに面白いんですよ。まあね、そのね、逆に何ができる、グータさんですね、うん、はい、何もできないですよ。、はい、お金入れてゲームするぐらいしかできないです。逆にね、昔の世界では勝てましたから、店長ね。だからそういう時もあるんです。やっぱり何やってもね、あの中途半端なラインまでしか行かないやつっているんですよ。店長ひどすぎてからです。はい、やっぱりその人がお金を入れてゲームを楽しめてるかどうか。そうです、それが大事です。はい、僕は負けても楽しいです。はいはいね、そうです。ということで、今日の放送これで終了となります。たくさんのご視聴ありがとうございました。はい、後々 YouTube があると思いますので、YouTube では完全版の方をお届けできると思います。もしね、あの機会があればキャッツアイテネテンに遊びに来てね。はい、お願いしますね。楽しいことやってますんで、では今日の配信お疲れ様でした。これでは、はい、お疲れ様です。失礼いたします。ありがとうございます。また来週、来週。